分身の攻めをしのぎ切った北条家は北条三郎を人質として差し出し、上杉と和議を結んだ。三郎は謙信の養子という破格の待遇で迎えられた。これにより北条と上杉の敵対関係は解消される。関東に一時の平穏が訪れた。だが氏康を悩ます事件が西方で勃発する。今川義元亡き後、その今川から独立した徳川家康が遠州の覇権を得るべく動き出したのである。徳川軍は今川の後継氏真のこもる城に押し寄せた。氏真は盟友である北条家に助けを求める。氏康は再び家族と共に氏真を救うべく駆けつけた。そこには九州を滅ぼさんと鬼と化した家康がいた。関東の将、遠江防衛戦。こりゃ神さんの実家もぼちぼち危ねえかな。父上、今川家のいい直虎殿が出迎えに参られたようです。いい直虎、いい男っぽい名前。いい直虎です。女かい。え、あの、すみません、なんかすみません。で、いいの、嬢ちゃん、この先どうすんだ。今川に尽くしても先はなさそうだぜ。いきなりそんなこと聞きますか。これから戦おうって家康も、元は今川で世話になってた小僧だ。そいつが今容赦なく今川を潰そうとしてやがる。うさんくせえ信玄の野郎もそうさ。息子切って上洛目指してるってよ。乱世は至るところに鬼を生む。だがそれくれえの覚悟がなけりゃ志は貫けねえってこった。私は鬼は大嫌いです。ふん、ま、あんな奴もいるけどな。相模の獅子、吠えるぜ。私も吠える。しっかりかくまりちまいやがった。練習をっ払うのは骨だけ。今川から離れるならば今であろう。門を開け、徳川軍を引き入れよう。開門。よくぞ門を開けてくれた。貴殿らの太鼓、決して忘れぬぞ。家康め、景気のいいこと抜かしやがる。けしほっときゃ離反者が増えちまうか。任せといて。ナオトラ、あんたなんか急に寝返って背中からバッサリとかなしだからね。できませんから。いいけ、家君、ひとたび戦場に立たば真っ向敵
コアホーが出直してきやがれ。ドアホーが出直してきやがれ。まだ寝返るわけにもいくまい。他の者も説得し、家康殿への手土産といたぜ。良き敵に巡り会えた。家族のためなら縁やこれだ。ドアホーが出直してきやがれ。家族のためなら縁やからだ。やるよりねえな。戦場で主君に忠を尽くすのがいいの家風。藤実様は私がお守りします。藤実、すべし。
お見事にございますな。敵将、撃っちゃっといたぜ。敵の包囲が崩れねえな。氏真、もうとんずらしまったらどうだ。氏康王子様、マロはまだ何をするの。親方様、やばい、かっこいい、かも。おまかせよ、マロはとんずらしますの。勝利を決する。全軍で天守閣を落とすのだ。家康もいよいよ本気を出してきたわね。私も燃えてきた。勇者の大佐、やはり家康は乱世に生き残るため鬼になったの。敵将、撃っちゃっといたぜ。良い働きだ。見ているぞ、打ち合わせ。ドアホーが出直してきやがれ。来たー。ここは引くぞ。守り通す。は、離せ、無礼者。引くぞ。ここが私でしょ。お見事にございますな。大暴れだな。そりゃ男も寄りつかねえわけだ。参るか、身の程知らずめ。開門。忍者、あっぱれ。我らも続け。全力は私でしょ。忍者、氏真が脱出を企てておるじゃん。これは一大事。氏真を引っ捕らえよ。仕方ねえな。引っかかったの。これにて任務完了。敵が分散すりゃ包囲も突破できんだろう。寄ってきた奴らを撃って北から家康を狙え。はっ、ここはどこ。マロは何をしておったのかの。お妙な手で御戦況を覆しにかかるか。さすがよな。耐えきれん。聞かせてもらう。
カミさんと家族のためなら縁やからじゃ。敵将撃っちゃっといたぜ。そりゃ男も寄りつかねえわけだ。本田忠勝が娘ヒナ、いざ尋常に勝負。敵将撃っちゃっといたぜ。次はあなたを超えてみせます。落着ってわけにはいかねえか。甲斐にはうさんくせえ野郎も控えてるしな。家を滅ぼそうとするなんて、家康はやっぱり鬼よ。違うね、違う。あ、すいません。やめて。乱世に善悪を論じたって答えは出ない。直虎さんの家だっていろいろと事情を抱えているようだし。はい、義元様が亡くなった今川家には遠州を守り抜くだけの力が。かといって小さな井伊家だけでは徳川や武田に対抗のしようがありませんから。今日の味方が明日には敵になることもある。悲しいけどそういう時代なの。カーッツ、そうやって物分かりよく諦めちゃうのって私は嫌ですから。絶対。なんかカイさんって激しいな。でもちょっとかっこいいかも。そうなの、男前なの。